違いますよ。あれだって50万ぐらいするんですよ。え、本当はそうなんだ。55万ぐらい。今日はですね、まず小耳ランドじゃなくてロコ耳でロコ氏が入って、その後武蔵野じゃなくて志久さんの時に入ってですね、あとモカさんの時にも入って、あと今のズイヤママと子分たちの子分で回ってたら、いろんなとこ出たから、今日俺ソロでいいよって言われたんですよ。本当みたいな。あ、っていうか、ソロで何曲かやっていいよって言われたんですね。ええ、これは貴重な機会だということで。ここ最近地震多いですよね。この前結構怖かったですね、長くて。え、昨日もありましたよね。ズイアンの企画も15回目になりましたけど、初めて地震も体験してしまいました、ズイアンで。いい地震。
和沢だ。彼女は初めてステージデビューしたのはここの瑞庵のこの脱日常の、ね、3回か4回目ぐらいだったんですけど、でその時に初めてやる曲は私の好きな曲じゃないと嫌だとかって桑田佳祐をやらされたんですね。とか言わないやらされた、やらされました敬語になりゃいいと思うじゃない。で今日もその時の曲をやりたいということでですね。で、そう、それをやりたいということで、エリキを持ってきました。真夜中のダンディやりたいからエレキを持ってこいって言われて持ってきたのに、何今日エレキなの自分一人で目立とうと思ってとか言って簡単なこと言われましたいやいやいや持ってこいって言われたから素直に持ってきたんですけど、はい、ということで、ここ最近僕はちょっと体の調子が悪くてですね、お医者さんに行ったら、喘息に慣れかかってるねって言われて、多分声も調子悪いと思うんです。で、そういうのを理由にし、ほとんど練習も少なかったので、そんな気分じゃなかったんですよね。やっぱ音楽は健康な時に、いい気分でやるとはいいんですけど、音楽はですね、なんか苦しい時があった時にやるなんて書いてた、そのミュージシャン仲間にいたんですけど、僕にはさっぱりその意味が分からず、なんで苦しい時にわざわざやるのかっていうのがね、いまいち分からない。そんなに余裕がないんですよ、苦しい時にはね。今回はあまり、今回はいつもですけど、あまりちょっとちゃんとしたあれじゃないですけど、言葉が出てこないな。そこのところはですね、うちうちのライブなので温かい目で見てくれるだろうという甘えがある、ではいいですか。女の部屋でまぬけな花をさ、覚え始めの味でうなじを真っ赤に染めて、塗られた嘘も聞けない頃は、色気の中で我を忘れてた。中途半端な日で親父のために笑い、あとと顔色だけを伺い握手を浴びて、
かないことを誓った日々は無邪気に笑うことを忘れてた。真夜中のガンジー、ガンジー、俺は生きている。悲しみのガンジー、ガンジー、汚れた目のプラグ、この頬を濡らすのは雨だった。思わせいと酒に溺れて声を枯らす。俺はしがらみ泣いて憧れなタクシーの中に生まれたことを悔やんだ時は背広の中に金が溢れてた。真夜中のダンディー、ダンディー、風が吹いている。悲しみのダンディー、ダンディー、同じ顔のブラザー、追い風に煽られてアニメで打つ。DVD にちょっとコピーして処分しようと思って見つけたらまだ売ってたんですね。 VHS から DVD にコピーできるデッキが。それで、まあ、結構昔やってたバンド の、VHS とかいっぱい あってですね、ずっとコピーしながらたまには見てたりしたんですけど、その時は、まあ、今もあんま上手くないですけど、もっと上手くなくてですね、で途中で話してる MC も本当くだらないことで、話も相当下手くそでですね、これは一緒に聴いてるメンバーは相当つらかっただろうなと思って、よく耐えてくれたなってビデオ見ながらつくづく思ったんですよ。なんてくだらないこと言ってんだろうとかね。でそういうのを今日行きの車の中でちょっとかけてきたら、こんなの見せるのか、最後まで見せられるのかって思ってましたけど。いや、この時はでも青春してたでしょ。今よりも青春してたんですよ、その時はね。なかなかこの、ね、その音楽レベルのあれと自分のその夢中だったその青春時代っていうのはなかなか一致しないもんで、
その時はへったくそだったけど楽しかったんですね。では。2曲ぐらいは1人やってもいい？エレキじゃなくてもいいような曲なんだけど。
骨はまだ目まいがするほどなのに、心のどこかがなんとなく凍りつきます。僕より早く僕の心だけが年老いて、風のない日の恋のぼり、そのわけはわかっています。思いがけない優しさに包み、壊れた時は思い出、僕はまだ嬉しい泣きできるけど、心が固めて、このわけはわかっています。僕より早く僕の心だけが時を数えて、風の忘れた恋の最近ですね、年取ったせいかわかんないですけど、風邪ひくと、風邪が治ってもいつまでも咳だけが残るんですね。ゲホゲホと。風邪はとっくに治ってるはずなんだけど、咳が多分なんか半分癖みたいになって残ると思うんですよ。でもそれあんまりいいことじゃないらしくて、まあ、風邪本当にひいてるときは、痰とか肺に出すために咳をするのはいいんだけど、終わった後いつまでも咳って続くのは良くないらしいんですね。医学的になんか、それで止めなくちゃいけないということで、で普通の咳止め飲んでもあんまり最近効かなくなったのでですね、最近なんだっけ、ステロイド の吸うやつっていうのがあって、それを毎回朝と夜に吸うんですよ。ちょっとピタッとやっぱ止まりますね。ただしその結構強い薬らしいので、絶対うがいしなきゃいけないらしいですね。いや知らないです。売ってるんですか？病院で処方されて、抗生物質なのかな、なんかステロイドの一種みたいですけど、ただその飲むよりかは直接その肺に入るから害というか副作用が少ないらしいんですよ。ただその喉とかをちゃんとうがいさえすれば、それをですね、ちょっとあんまり途中でやめるのも良くないらしくて、なんか1週間から10日ぐらいやった方がいいかなとかって言われたのでですね、リッチにちゃんと10日ぐらいやってました。一昨日ぐらいまでやってましたね。一応30回ぐらいできるやつだったんですけど、うん、面白くないですね、こんな話。じゃあ、長いので、もう一曲。もう一曲。エレキじゃなくてもどうでもいいような気がしますよ。では、あまり普段やらないバラードばっかり。すみませんね。申し訳ない。いや。
さっきからちょっと歌詞カードが近いなと思ってたんですよ。なお次の曲に直そう、次の曲で位置変えようと思ったら話してるうち忘れちゃうんですで、またこの見づらい位置でやるのが次の1曲まで変えようって言ったら、また忘れちゃって今入ったところで思い出したんで、せっかく思い出したからな。いやね、ボケが最近物も目も見えなくてね、あんまり近くても見えないし、ね、thank you.
ゃあ最後はですね、え、あ、そうだそうだ、最後じゃなかった、いや、カード持ってこなかった。今の歌はですね、あの今亡きジョー山中が歌っていた歌で、自分の息子に語りかける、親がお父さんが語りかける歌だったんですけど、今の歌を歌いながら俺も自分の息子に語りかけるつもりで歌ったんですよ。本当かよって言ってる人ですよ。で、あのバカ息子がですね、中学になりまして、あの卓球部に入ったんですね。で、先日その部活動を親が見学していいって日があったので、ちょうどそれもバンガードの日だったんですけど、午前中行ってきたんですね。そしたら、まあ、この地元八千代の中学校だったんですけど、で、あ、行ったらいたんですね。まだ1年生なんで、当然その卓球台でまだ練習させてくれなくて、体育館の外の廊下で、ウェイトトレーニングをやってたんですよ。でもそんなところに親誰もいないんですね。で、先生にどこに行って見せたらいいですかって言ったら、ここご案内しますって体育館の上の方に連れて行かされて、で、上からそのみんなやってるのかって言ったんですけど、まあ、そこには自分の息子はおらず、上級生の2年3年の子が やってたんですけど、そしたらですね、ふと最初に来ていた男の、多分その人も保護者の方なんですけど、すくすくって立って俺のところに来て、どちらの何年生なんですかっていう、ああ1年なんで、まだ入ったばっかりなんで、ここにいないんですよ。なんか外でウェイトトレーニングやってましたよ、つって。あ、そうなんですか。いらっしゃるんですかって言ったら、僕はあの子供はもう3年なんで、そこにいますっていうふうにやってて、そこでなんか一人でやってるのが僕の息子ですって言って。で、まあ、あ、そうですかって言ったんだけど、その人が妙に人懐っこくて、ずっと話しかけてるんですよ、僕に。で、実はですね、僕も、中学校の時は卓球やってて、その時の卓球のドンと言われた小泉先生っていうのがいて、今校長先生なんですけど、すごい細かいこと話が。ああ、そうなんですか。小泉先生僕知ってますよって言ったら、えって知ってんですか、どうなんですかって言ったら、あ、笠田台中学校にいたんですよって言ったら、え、僕も笠田台中学校ですよって、何年生のあれなんですかって、僕41年生まれです、あ、2つ上、あ、3つ上ってことは2つ上かってことは僕の姉も一緒なんですよ、サワラって言うんでして、そこで初めて、ね、名前を彼は言い出したんですね。要は彼女の弟なんですけど、彼女の弟がの子供と僕の息子は同じ中学校に入学したんですよね。そういうの全部なんか教えてくれてたりしてたんですけど、でもその弟は誰か知らなかったんですよ。でもなんかその話をしてるうちに顔を見ると唇がそっくりなんですね。なんかどっかで見たことあるぞ、この特徴のあるそっくりなんで、声ら辺がそっくりだったんで、これはひょっとしそうかなと思ったんだけど、まあ別に自己紹介する機会もなければそのままそうですかって話して終わろうと思ったんだけど、なんか話がどんどん深いところに行っちゃったんで、いきなり自己紹介を始めちゃったんで、向こうが、ああ、お姉さん、あ、相良って言うんですか、あ、知ってますよ、同じクラスになったことありますよ、で、今日も一緒に演奏しますとは言わなかったですけどね。で、あ、いました、知ってますよ、そういう話をして、あれ、その後俺なんか、じゃあ別にその話の面白いオチはないですけどね、原因じゃないから。それで、あ、ちょっと面白いことがあって、まあそんな話を何回かして、その日は終わり、戻ったら、ちょうどいい具合になんか LINE が来てですね、今日何時に来るのとか、そろそろ来ないのみたいな、まあ、バンガードの日だったんで、あ、そういえば今弟と話したけど、えっとかってびっくりして、いや、だって向こうから話しかけてくるの、やば、今弟から LINE が来たんで、同時に来て、岡野さんって方と話してたとか、あれがなんか同時に来たらしくてですね、なんか感じのいい人だったとか、なんか言ってるよ、それが俺とか飛んでくるんだよ、なんか話しやすい人だったんだけど、知ってるみたいな、今やっぱり来てるんだけどみたいな、知ってるもないもんね、そんな話でございました、ね、
つまんない話では、じゃあブルースを言ってみる。たどり着いたらいつもアイフリームやろうかなと思いますが、え
よ。橋本さん入りませんか。エレキでも弾きながら、ああじゃなくてソロでも取りながら。疲れちゃいました。ああいや適当に弾けばいいんですよ。キーは A なんで。関谷さんベース弾いてましたねとか。覚えてる。覚えてない。チーム埼玉でした。
心の置き場を探すだけ。たどり着いたらいつも雨降り、そんな心を繰り返し、あとこれで恋だったりも終わったのかと思ったら、いつものことにはあるけど、あここやっぱり土砂降りか。ビックスさんのチームサイダーでした。どうもありがとうございました。さあ、じゃあ平井さん、せっかくなんで、あのそのまま一曲ギターでどうでしょう。すごいです、声があれかれちゃって、今日は予定には入ってなかったんですけど、観客として来ました。初めての方もあれですね、何人かいらっしゃるですね。先ほどごちそうになりましたミントさん、平井と申します。しげさんで、マッキーさんですね。はじめまして。平井はですね、新人とこの話してるんですが、平井新小岩、新小岩小岩の平井がまあ名前なんですけど、こういった活動をするときはですね、
飛んでくるって書くんですよ。でこれはまあ、いつも言ってるんですけど、出身が北海道でして、まあ、タンチョウドルが飛来してくるって感じで、ところからですね。皆さん真面目に音楽活動されている方ばかりのところに私なんかが来てね、いいのかと思ったんですけど、去年のそうですね、12月 の、 その29日、30日ぐらいで来て、それから今日までですね、そう、一度の上尾の橋本さんのところに遊びに行っただけですね。ギターも多分それ以降この 4,5 ヶ月